やあ、お元気？みみみです。ドットフローを解説しながらプレイしていきたいのですが、まず前提から話させていただきます。まずは、ドットフローというゲームの背景の設定に関することは解説しません。しないです。では何を解説するかと言いますと、ゲームの構造的なものやシステム的な解説がメインになると思います。どんな感じにやっていくかは、まあ、うろうろしながら適当に解説していこうかなと思います。解説っていうよりは普通のプレイ動画になるかもしれない。まあ、とりあえずエンディングまでだらーっとやっていこうと思います。あとはコメントとかでなんか質問とかあればできるだけ答えます。それじゃあ早速やっていきましょうか。うわー、懐かしいな。これが主人公ですね。お、ノイズから始まる。あー、懐かしい。なんかこう見るとやっぱりドット絵がなんか荒いな。これが主人公の旅付きですね。ゲームの説明。ミニッキーの流れを継承してますけれど、夢の世界に行くのがベッドではなくパソコンっていう形になってますね。私は割といろんな作品に影響されやすいタイプなんですけれど、多分これシリアルエクスペリメンツレインから影響を受けてますね。おー、ベランダか。ベランダは確か結構開発が進んでから書いたものだから多少進歩してるね。はい、ドアは出れない。実はこの壁の1マス向こう側にデバッグモードへの扉があります。わー、ファミリーゲームだ。これやっていこうか。プッシュスタート。これごじってるんだよね。もう直す気はもうないんだけれど。新速猫やっていきましょう。2009年、すごい前だ。えい、よいしょ。このゲーム相当ナスより難しいと思うんだけれど、結構理論的に作られてるはずなので、慣れればこう、間違えちゃった。慣れれば相当高得点は取れるはず。魚は青魚ね、取ってから何秒後だろう。1、2、3、3秒後に必ず降ってくるから、それとタイミング合わせてこのタツノオトシゴを前の方に。ああ当たり判定が結構厳しいから置くようにして、うん。このゲームこんな難しかったっけ。実はこのゲームドットフロー本編作るより相当難しかったから割と気に入ってるゲーム。あー、うん、あ、押し戻せ押し戻せ。諦めるな、あいつは。あいつはもういい。あー、やばい。これが新速モードだ。それでは夢の世界へ入っていきましょう。パソコンからね。ロー、321。うわ、懐かしいな、この音。ドットといい、音楽といい、初めて作ったものだから。なんかとても荒々しさを感じるな。ベッドリベントってあったっけ？ないな、多分作ってないな。よし、行こう。気持ち悪い背景してんな。じゃあ右から行ってみようかな。あー、これは音楽の世界だ。なるほどね。これはあからさまに夢日記のネオン世界を意識してますね。こう、夢日記のファンゲーム、夢日記派生とか、まあ、それに関わらず、こういう不思議なタイプのゲーム。いや、なんか大まかに作られ方が二通りあるような気がしまして。なんか一つ目は、こう、抽象的なイメージからものを作っていくタイプか、もう一つは、こう、具体的なイメージとか背景設定があって、それをバラバラにして作っていくかみたいな、大まかに分けて二通りあると思うんですけれど、夢日記は前者だと思うんだよね。
多分作者の夢、本当に見た夢とか断片的なイメージからなんかどんどん細かく作り上げていったものだと思うんだけれど、このゲームはどっちかっていうとこう具体的なものをバラバラにした感じなんだよね。なんだこれ、なんだこれ、ああ楽しそうな人間楽しいな。このゲームも最初の頃は割と抽象的なイメージから作っていったような気がする特にこの世界とかね、迷ったこれお手手ですね。多分目玉腕ですねこれ完全に意識してんだよなここら辺。ああったヘッドホンでーす。初エフェクト。ヘッドホンをかぶる。よっしゃ。なんかヘッドホンっていう割にはなんか不思議な形状してるな、これ。で、だいたい入り口から斜めに進んでいけば何かあるように作られているはず。お、お、お。ありますね。ここはどこだっけ？もう忘れてるんだよね、だいぶ。あー、ここね。音気持ちいいね。やっぱり歩いてて気持ちいいっていうのは重要だな。偉そうなことを言うけれど。うわ、歩いてて気持ち悪いな。ここはなんだっけな。血液の量が多い方に行くと、なんか血まみれの部屋に行って、少ない方を行くと、なんか別の部屋に行くんだよね。じゃあ今回は血まみれの方行こうかな。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録または高評価をお願いいたします。それではまた来世で。